ですね、ちょっとスタートが遅れたんですけど、2時間前ぐらいにフランスのマクロン大統領が発表したんですけど、2回ワクチンを打った人っていうのが、パスサニテールっていう、なんか QR コードみたいなのが、携帯に表示できるんなんですけど、飛行機乗るぐらいの時必要だよねだったんですけど、8月からカフェに入る場合、レストランに入る場合、ショッピングセンターに入る場合、飛行機に乗る時と長距離電車に乗る時、病院に行く時、もうワクチンを2回打ってないと入場制限になるっていうのをやるらしいです。なので、ワクチン打ってないと、電車乗れないし、レストランも行けないので、相当生活厳しいと思うんですよね。なので、ワクチンを打たないのはまあ自由なんですけど、ただワクチン打たないとすると、通常の社会生活はほぼほぼ難しいと思うんですよね。地域によっては、そのショッピングセンターしかスーパーがない場所ってあるんですよね。日本でも田舎とかに、そうなんかもうイオンがドーンってやって、で、スーパーといえばイオンだよねと。近所の商店街みたいなのないよね、みたいな人だと、もうスーパーに買い物に行く、イコールショッピングセンターに買い物に行くんですけど、ワクチン打ってないとそこにも行けないっていう。なのでまあ多分すげえ反発があって、結構そのこれからデモとかもいろいろ起こると思うんですけど、確かなんか1万平方メートル以上のそのなんか商業施設をショッピングセンターと呼ぶみたいななんかそういう法律上のがあるんですけど、そういうところもワクチン打たないとダメっていうのがあるので、なので日本もそれくらいやるのかなーっていうのはまあデルタ株の広がり次第だと思うんですけど、まあ、それをやったとしてもそのデルタ株がフランスではちょっと広まってるんですけど、それが止められるかどうかわからんっていうそういう感じですね。なんか厳しい状況ですけど、割とドラスティックなことを判断するなと思って、面白いなと思って見てました。はい。ダイソーは使えるんじゃないですかね。そんなに広くないので。一つ質問があります。私が暮らしているドイツでは1度目のワクチンがアストラゼネカだった場合、2回目を別のワクチンにする混合接種を進められていました。しかし先日私はアストラゼネカを接種していただいた時に次もアストラゼネカだと言われたのでそれは大丈夫なのかと聞いたところイタリアに旅行した場合は現在交互接種では接種者として認められないゆくゆくはアメリカもそうなると言われそれが真実ならアメリカのルールを備えがちな日本もそうなると思いますかご存知でしたらひろゆきさんの意見を聞かせてください。イギリスが今混合の方がいいよねって言い出したりしてて多分アストラゼネカの後にファイザーとかファイザーの後にアストラゼネカっていうので分けた方が抗体値高いっていうのが割と言われているので多分そっちが主流になるんじゃないかなと思います。今のそのまあフランスだとそのパスサニテールって言うんですけど、イタリアとかの場合でも多分その、ワクチンパスポートっていうのが EU が出してるんですけど、あれの使用で同じワクチンじゃない場合にそういうQR コードが出せないっていう問題だけなので、いずれは多分2回打ってるのは何でもいいんじゃないってなると思うんですよね。フランスが9月かなワクチン3回目打てるようになるんですよね。2回より3回打った方がいいよねとか、ファイザーだけじゃなくてファイザーとアストラゼネカ混ぜた方がいいよねみたいな感じで、割といろいろ打った方がいいよねっていう構造になりつつあるので、今だったら2回がいいよねで、ファイザーはファイザー、アストラゼネカはアストラゼネカの方がいいよねなってるんですけど、そこら辺も多分もう 2,3 ヶ月すると変わってくると思うんですよね。日本人の人で4回打った人がいるんですよね。おじいちゃんかなんかで知り合いの接種券を使っていっぱい打った方が安全なんじゃないかと思ったって言って受けたんですけど、ニュース的には頭のおかしい人扱いだったんですけど、多分人正しかったっていうのが今後出ると思うんですよね。老人ホームかなんかで3回打った人いるんですよね。自分で受け答えができない老人でなんか間違って2回目の時に2回打っちゃったみたいな。っていうのがあって、まあ複数打ってる人結構いるみたいなんで、まあ3回打つのは当たり前っていうのが時間の問題でなって、で、ファイザーだけでそれの大変でモデルナもあった方がいいよねとか、まあ日本でもそのモデルナとファイザーが使い分けがうまくいってなくて、なんかファイザー足りなくなっちゃったみたいになったりするんですけど、モデルナでこう大規模接種をしながらファイザーは2回目みたいな、そんな感じで混合が当たり前になっていくんじゃないかなと思いますけども。大谷翔平さんまたホームラン打ったんですか？コロナ後遺症患者です。後遺症外来の治療で脱毛や倦怠感は止まりましたが、味覚嗅覚は半分回復でぶどまりと、後遺症はいつ治るのかの不明で、今後も治療費が出るとなると経済的に結構きつい。世界的に治療や経済的支援など後遺症に対する話がありますか？あんまり聞いたことないですね。ただ、フランスの場合って病院の治療費は全部、基本お金かからないので、後遺症とは、まあ、経済的支援とは関係なく、普通にお金かからないですよ。で、イギリスもNHS が、お金出してくれるので、なので医療費かからないので、COVID の後遺症とは関係ないんですけど、そもそも医療費かからないよねっていう国に行くと、まあ、経済的支援はあります。なので、後遺症に関しては本当わからないことだらけなので、今のところその日本人の場合は自腹で何とかするしかないっていう状況なので、なかなかきついですよね。多分1年ぐらいすると、これはもう COVID の後遺症だから本人が払うべきものじゃないよねっていう形になると思うんですけど、どういう治療が有効で何をしたら効果があるかっていうのはまだわからない状態なので、そういう意味ではちょっと岩手さんが実験材料にならざるを得ないという状況なので頑張ってください。としか言えません。すいません。彼氏の手帳がコロナワクチンの副作用で熱を出してしまいました。手帳をお大事にって言ってくださると喜びます。はい、お大事に。僕はでも1日ぐらいで1回目の時、だるいの治ったので、寝てれば治るので、とりあえず無理しないで寝ててください。